僕らの手の中を誰かの奪いがない、誰かのもらうはいらない、覚悟もずくもいらない、真実を握りしめたい、僕らは勝つためにあなたは汚いよ、僕らは負けるために生まれてきたわけじゃないよ、生まれてきたわけじゃないよ、朝からありがとうございます。アナバンドです。ノーノーノー、どこかで誰かが泣いて、涙がたくさんでも汗たくフェス、今日第2回開催することができました。みんなどうもありがとう。30年前にいいなと思ったザ・ブルーハーツをですね、30年後こうやって演奏できることになりました。ずいぶん長い時が経ちました。昭和が平成を飛び越えて令和になってしまったけれども、昭和の時代も世の中にはいらないものが多かったし、平成はいらないものがすごい多かった。令和になってもいらないものが多すぎる。爆弾が落っこちる時、何故に生きていきたいのに
を叶えるよ。バイクラーが多く引っ掛け、アイルで全て汗が終わる。いらないものが多すぎる。いらないものが多すぎる。いらないものが多すぎる。ありがとうございました。爆弾が落っこちる時でしたけれど、僕のマイクスタンドが落っこちてしまいました。リンゴちゃんに歌うかなみたいな。直しますよ。あんなバンドです。よろしくお願いします。まあ初めてライブやるんでメンバー紹介でもしましょうか。それでは皆さん右手リードギター石田太。ちょっと寄せてますよ。そして皆さんも左手オンベース長谷川拓也。素敵なパワーです。これはもう完全にあの親バカバンドなのでって思ってるんですけど、そんな素敵な、お嬢様、我がバンドのお姫様、長谷川アンナ。じいちゃんも来てるぞ。マジですか。マジなんだ。客席じいちゃん長谷川智樹です。これはすごい。あ、見に来るよね。見に行きますよ。来ますね。いやすごい。あ、なんだろう。今緊張してきました。いや、やばいやばい。あ、最初からやる？もう一回やります。続いての曲は。ダンスナンバーという曲なんですけど、多分誰一人ダンスできないぐらい早いです。そう、僕これ聞いた時なんかね、もうダンスじゃないじゃんと思ったんですけど、ダンスナンバー、それともう一曲続けてお聴きください。終わりなくても夏場まで
この日々を名古屋に向かっているよ。そんなこともないよね。君のことを笑う役はもういるんだって。みんなへはいはいはい、彼女と僕は流れ星と並んで走ってたんだ。銀河を越えて星屑の彼方、一緒に天の未来かり何かに今歩いてる人、何かを失敗している人の心の中のプラットフォームに流星形の輝くことに寂しい心が何度続いても、切ない朝を何度迎えても出かけよう、さあ出かけよう。知りませんか？
暑い。昼前ですよ。もう昼過ぎたか。すげえな。痩せそうです。そんな、ガリガリのボーカル久米田くんです。ありがとうございます。ガリガリくん。そしてガリガリくん。ほら、ほら。今日それでいいです。よろしくお願いします。じゃあ次は風船爆弾という曲なんですけど、これね、風船爆弾ね、なんでしょうね、風船爆弾ってね、爆弾なんですよ、とにかくね。あるのよ、そういう。あるんですか。風船に爆弾つけてどこ飛んでるかわかんない爆弾。水風船じゃないですか。違う違う違う、飛ばないやつ。あ、飛ばないです。じゃあ聞いてください、風船爆弾。Bang, bang.
の望みは叶えた。いけない涙の淀みは叶えた。いけない。ありがとうございます。風船おじさんの歌でした。行方不明になった人ですね。いたね。昭和。誰が風船おじさんですか。やめよう。もうやめようこれ。あのアンナちゃんを中心にこう形成したんですよね。アンナバンド。そうです。そう。アンナちゃんって久々にその名前聞いたなと思って、実はアンナちゃんがまだ6年生だったと思うんですけど、長谷川さんがから連絡あって、僕その時埼玉に住んでたんですけど、あの曲作るからちょっとスタジオ入ろうよって言って、僕なんか太鼓かなんか叩いてたんですけど、その時にあのギターアンプにちょこんと座って聞いてたのがアンナちゃんだったんですよね。まさかこんなパワフルなドラムを叩くになると、さすがなんでしょうね。俺の孫だから。やっぱり。さすがです。さすが。やっぱりこっちを受け継いでるんだなと思いました。いやー、あの普通に疲れてる。ええ、汗が止まらないのと目に入って痛いのと、どうしようかな、一回拭こうかな、でも客前だなとかいろいろ考えてます。次、最後の曲です。この曲中学校以来なんですよね。中学校の時みんな多分コピーバンドの一番最初にやるようなバンドがブルーハーツだったんじゃないかなと思うんですけど、本当中学校ぐらい以来ぶりに聞いたんですけど、昔はなんか頑張れ頑張れ言ってうるせえなみたいな、うつの人とかに言っちゃダメなんですよ。そうだね。とか思ってたわけなんですけど、なんか久々に聞いてみるとあれですね、すごいその頑張れがすごい胸に染みるというか、いいというか、年取ったんだなみたいな、そんな感じです。あの初めてのお使い見て泣くような、そんな感動を覚えた曲で締めたいと思います。人に優しく。
優しさだけじゃ人は愛せないはずだ。ああ慰めてあげられない。期待外れる言葉を言うとき心の中では頑張れていける聞こえてほしい。あなたにも頑張れ。これからも2番と出ます。まだまだ見ていてください。ありがとうございます。